岸優太の恋愛事情は、29歳を迎えた彼が今考えている次のステップとは、平野翔との共通点が明らかに、岸優太が恋愛に慎重な理由を徹底解説。岸優太という存在は、29歳という年齢に差し掛かり、そろそろ恋愛や結婚といった人生の次のステップが自然に注目される時期にあります。しかし、彼が所属していたナンバーアンダーライン愛というアイドルグループ。 そしてそのファン層、特に i l イ s として知られるファンたちは、彼の恋愛に対して複雑な感情を抱いているのが現実です。岸優太が芸能界で長く活躍し、数多くのファンに支持されているのは、彼の才能や人柄だけでなく、彼が講師をしっかりと分け、私生活の一部をファンにさらさないというプロ意識の高さも一因です。しかし、ファンの多くは、 彼が幸せな恋愛をしていることに理解を示しながらも、やはりどこかで、まだ私たちに夢を見せてほしいという期待も強く持っています。この二つの感情が、岸優太に対する恋愛の噂や話題に対して、複雑で入り組んだ反応を引き起こしているのです。岸優太が恋愛に対して慎重な姿勢をとっていることは、これまでの彼の行動からも明らかです。女性タレントとの共演時や、プライベートが漏れるようなシーンでも、 彼は一線を引いて振る舞い、講習の場で軽率な行動をすることはほとんどありません。この徹底した姿勢は、ファンの間でも高く評価されており、プロ意識が高いと称賛されています。しかし、その一方で、彼がプロとしてあまりに慎重であるために、逆に何気ない視線や態度が注目され、恋愛の噂に発展してしまうこともあります。例えば、女性タレントと同じ番組に出演した際、 ただ一瞬視線が交わっただけで、何かがあるのでは、と憶測されることもありました。ファンはこうした状況に対し、ただの視線や挨拶で噂になるのは不公平だ、という声を上げつつも、その裏には、それでも気になる、という感情も潜んでいます。平野翔、平野翔は、岸優太と同じく元キング・プリンスのメンバーであり、彼の存在感はグループにおいて非常に大きなものでした。 ショ君は魅力的なルックスや圧倒的なカリスマ性、そして多彩なパフォーマンスで、ファンからの絶大な支持を受けてきました。彼がキング・プリンスを脱退した後も、彼に対するファンの関心は衰えることなく、むしろ彼がどのような道を歩んでいくのかに対する期待が高まっているのが現状です。そして、彼の恋愛に関する噂やプライベートについても、岸優太と同様に多くの注目が集まっています。 平野翔はそのルックスや才能だけでなく、天然なキャラクターや人懐っこい性格でも知られており、これがさらに彼の人気を後押ししています。特にファンは、彼の素直さや裏表のなさに強く惹かれており、アイドルでありながらも彼が持つ人間らしさに共感することが多いです。しかし、この素直さや人間味が、時折噂の原因となることもあります。過去には、 番組内で共演した女優や女性タレントに対して見せた笑顔や視線が話題になり、恋愛の噂が浮上することがありました。特に翔くんは、キング・プリンス時代に共演した女性ゲストに対して、メンバーから、美しい女性にはどうしても自然とにやけてしまうと暴露されることもあり、それがファンの間で話題になることが多々ありました。しかし、翔くん自身は、これまで大きな恋愛スキャンダルを起こすことなく、 ファンに対しては一貫してプロとしての姿勢を保ってきました。彼もまた、アイドルとしての自覚を持ち、プライベートな恋愛については極力こうにしないようにしているようです。この点で、翔くんとガン・ユータには共通点があります。どちらもファンに対する配慮が深く、ファンを大切にする気持ちから、恋愛に関して慎重に振る舞っていることがうかがえます。それでも、彼の自然な振る舞いや、 人懐っこい性格が時折誤解を招くこともあるため、ファンの間では、彼が恋愛をしているのではないか、という憶測が飛び交うことも少なくありません。翔くんのファン層は、岸優太と同様に非常に幅広く、特に、リア子をリアルに恋をしているファンと呼ばれるタイプのファンが多いことでも知られています。リアコのファンは、翔くんを単なるアイドルや推しではなく、あたかも本当の恋愛対象として見ており、 彼が恋愛をしてていいる可能性にについては特に敏感です。このため、翔くんに関する恋愛の噂が浮上するたびに、ファンの間ではさまざまな反応が見られます。一部のファンは彼の幸せを願い、彼が良い恋愛をしているなら祝福したいと考えていますが、他方では、まだ夢を見させてほしいと恋愛に対する期待を持つファンも少なくありません。この相反する感情は、 彼がアイドルとしてどれだけ多くのファンに影響を与えているかを示しています。また、最近話題になった噂では、岸優太が特定の女性グループと関わりがあるのではないかというものがありました。この噂は SNS を中心に広がり、一部のファンの間では騒がれましたが、冷静なファンはすぐに、それはただの挨拶で、恋愛に関するものではないと噂を否定しました。このような騒ぎが起きるたびに、 ファンたちはガンユータのこれまでの慎重な姿勢や、彼がどれだけファンに対して配慮しているかを思い出し、彼を信じる気持ちを再確認しています。実際、彼のこれまでの行動を振り返ると、女性タレントや共演者に対しても極めて礼儀正しく、かつプロとしての距離感を保って接していることがわかります。そのため、こうした噂が広がること自体が、不当であると感じるファンも少なくありません。さらに、 岸優太が恋愛に関してこれまで大きなスキャンダルを起こしていないことも、彼のイメージを守る要因となっています。彼があまりにも徹底しているために、少しでも女性との関わりが見られるとすぐに噂が立つという状況が続いています。しかし、これらの噂が真実であるかどうかに関わらず、多くのファンは彼が幸せな恋愛をしていることに対して理解を示しており、彼が良い恋愛をしていてほしいと願う声が強く聞こえてきます。 特に、ファンの中には、彼は29歳にもなるから、恋愛や結婚をするのは当然のことだと考える人も増えており、彼のプライベートに干渉しすぎるのは控えるべきだという意見も出てきています。とはいえ、アイドルという職業柄、岸優太が恋愛を公にすることは非常に難しい立場にあります。ファンにとって、アイドルは夢を与える存在であり、 彼らの私生活が明らかになることでその夢が崩れることを恐れるファンも少なくありません。このため、岸優太が恋愛に関する話題をできるだけ避けているのは、彼自身の意思だけでなく、ファンへの配慮でもあると考えられます。彼がこれまで見せてきた慎重な姿勢は、ファンの期待に応えるためのものであり、その結果、彼が恋愛をしていてもそれを見せないという選択をしている可能性が高いです。一方で、 岸優太が恋愛を避けている理由の一つには、ファンからの過度な期待やプレッシャーもあるかもしれません。彼がアイドルとしての地位を確立している中で、ファンは彼に対して、ずっと夢を見させてほしいという要求を持っており、彼自身もそれに依頼ようとする責任感を感じていることでしょう。しかし、アイドルも一人の人間であり、恋愛や結婚を避けることはできません。ファンがガン優太の幸せを本当に願うのであれば、 彼が恋愛をしている可能性を受け入れ、彼がプライベートでも充実した人生を送ることを指示するべきかもしれません。また、岸優太の恋愛に関する噂が広まる背景には、SNS やメディアの影響も大きいです。現代では、些細な出来事がすぐに拡散され、真偽が確かめられないまま話題となってしまうことが多々あります。特に、アイドルの恋愛に関する噂は、ファンにとって非常に敏感な話題であり、 それが原因で騒ぎになることも少なくありません。岸優太の場合も、これまで恋愛に関する大きなスキャンダルがなかったため、些細なことでもすぐに噂になるという現象が見られます。ファンの一部はこうした状況に対して、彼のプロ意識が高いからこそ、何もないはずだと冷静に対応しているものの、やはり不安を感じるファンも少なくありません。最終的に、岸優太の恋愛に関する噂や話題は、 彼がアイドルとしての役割をどのように捉え、ファンに対してどのような姿勢を見せ続けるかによって変わってくるでしょう。彼が今後どのような形で恋愛や結婚に向き合うのか、そしてそれをファンがどのように受け入れていくのかが、注目されるポイントとなります。しかし、何よりも重要なのは、彼が自身の幸せを追求し、同時にファンとの信頼関係を維持していくことです。ファンもまた、 彼が幸せな人生を歩むことを望みつつ、その夢を見させ続けてくれる存在であり続けることを期待しているのです。岸優太が今後どのような選択をするにせよ、彼のファンへの思いは揺るがないでしょうし、彼が築いてきたキャリアやイメージを大切にし続けることは間違いありません。